私たち A 組は北島さんを推薦します。緑は元気でしっかり者で、いるだけで周りがパッと明るくなるんです。そう、緑は A 組の天使です。 A 組だけで独占してるのはもったいない。この学園の天使になってほしい。そうだ、嬉しかった。天使だなんて。では冴島さん、どうぞ。冴島みどりです。私、学校という場所が大好きなんです。クラスのみんなに頼まれて、なんとなく立候補することになった生徒会役員の選挙だけど、なんだかやる気が湧いてきちゃった。どうも、エンジェル冴島でした。完璧。今からゆっくり3つ数えたらドアを開けろ。何？ 1。 皆さん静かにしてください。2。静かに。3。うるせえ！いつまでも嬉しがってんじゃねえよ、あんな色気のねえケツに。なんだって。でもみんなあっち向いちゃった。いきなり怒鳴っちまったけど、俺1年 F 組、須藤明。須藤明、ずっと知りたかった名前。あの霧雨の降る春の日から。何？お前ミルクっつーの？ああそうか、お前白猫かよ。汚ねえから分かんなかったぜ。分かった分かったって。もう泣くな、泣くなよ。一緒に帰ろうぜミルク。銀色のバイクが雨に光ってすごく綺麗だった。あら、冴島さん、おめでとう。ありがとう、マキちゃん。副会長ですって？おかげさまで。これごめんなさい、提出遅れて。ジャケットデザイン？あ、いいじゃない。いつもながら綺麗な色使い。先生もいつもながら綺麗。美術部ができたら冴島さん、しごきがやるんだけどな。絶対作りたいですよね。2学期からはって思ってたんだけど。3学期にはぜひって生徒会から学校に交渉してみます。期待してるわ。我が校聖学園は今年出来たてほやほやの学校です。生徒は私たち1年生だけ。校舎もピカピカ、もちろん生徒会室も。なんか緊張しちゃうな。誰か来てるかな。あ、はは、間宮さんだよね。初期に決まった。私、冴島みどり、よろしくね。すごくいい部屋。広いし日当たりいいし、こんなとこ自由に使えるなんて嬉しいよね。ねえ、私のことみどりって呼んで。マミヤさんは？そうだ、マミリン。ま、悪いけどそういうの嫌いなの、冴島さん。はぁ、あ、まだ二人だけ。滝川くんだったよね。うん、よろしく冴島さん。マミヤもよろしく。また一緒だな。うん、よろしく。俺たち中学でも一緒に生徒会やってたんだ。へえ。中学西中なんだけど。こういうことの勘は割といい方だと思う。なのかな。
遅くなってちょっと部活に顔出してたもんで。文太、そっか、あんたラグビーと掛け持ちだね。河野文太、中学からの草練。よろしく。俺が最後？いや、まだ。そう、まだ一番肝心の会長が。ん？お、やっと揃ったか。学園祭？ああ、来月の15日に決めたから。来月ってそんなに急に？1ヶ月以上もありゃ十分だろ。いいね、俺お祭り大好き。でも大変なイベントよ、初仕事なのに。初仕事だからだよ。やりがい十分だな。実行委員も選出しなきゃね。全校生徒から面白いやん、どんどん募集しようぜ。初仕事、学園祭、ワクワクしてきちゃった。あいつと一緒の生徒会、これからドキドキの毎日が始まる。チャンスをくれた運命の神様、ありがとう。行くかエンジェル。承知。の。滝川くん乗る。いいやつだなお前。やだ、滝川くんが冗談やるのなんて初めて見た。ヒアリ。人をおちょくりやがって。全然痛くないヘッドロックでハートが締め付けられちゃうよ。嬉しいよな、アイデアバンバン来てるもんな。なんたってあのポスターのおかげよ。一日中笑いもんにされたものの身になれよな。じゃあ俺部活寄ってくから。バイバーイ。じゃあな、また明日。私ちょっと駅前の画材屋さん行きたいから。そう、須藤はうちどこ？富士見町。じゃあ二人同じバスか。俺とマミヤは逆方向だから。うん、お疲れ様。アバよ。須藤くん。どこ行くの？バス来るよ。ああ、ちょっとな。お疲れさん。会長、今度議題に取り上げましょうか、我が校のバイク通学禁止について。え？ねえ、これって見つかったら退学？初犯なら謹慎で済むだろ。済むって、謹慎でも十分困るよ。学祭か。そうだな、気をつけます。違うよ、会えなくなるのが寂しいからだよ。頑張ろうね、学園祭絶対成功させようね。それじゃあ。バス時間かかるよな。駅行くんだろ？うん。飛ばせば5分。うるせえ。ごめん、バイク乗ったの初めてで、ジェットコースター並みに怖いなんて。あばら折れそう。ごめん、どさくさに紛れて思いっきしひっついちゃった。いいからしがみついてろ。それとも死にてえか？あれ、
ないや。さっきよりずっとゆっくり走ってくれてる。アキラ、距離がどんどん縮まっていく感触。ロマンチックなスーパーマンじゃないけど、知れば知るほど好きになる。そんな気がしていた。初めっから。早いわね。1時間目生徒総会だから早朝出勤。そっか、学祭の原案できた。総会でのお楽しみ。おはよう。なんだ、心に書いたらまずいってば。消しゴム忘れた。ごめん、誰のか知らないけどちょっとお借りします。筆箱、筆箱あった。違った。あ、ハッピーバースデーディアヒロコフロムアキラ。アキラ、突然気がついた。私の知っているアキラはこの学園の中だけで、だけどそんなのはアキラの生活のほんの一部で、バイクを飛ばして制服を脱いだらどこにいて何をしてるの。メインゲームは赤い糸の伝説。これは拡大版で、実際は手のひらサイズですが、例えばこのようなイラスト入りの運命カードを校門で引いてもらいます。そして第一ステージの校庭で屋台を楽しみつつ、片割れのカードを持っているたった一人の異性を探します。運命の相手が見つかったカップルは第二ステージのお化け屋敷に入ります。誰が当たるか分かんないんだろ。終わりまで聞け。つまりこれはきっかけなんだ。メインは最終ステージの行動のダンスパーティー。軽音部の生演奏がバラードに変わったらお待ちかねの告白タイム。ちょっと待ったもごめんなさいも何でもありだからどうぞご自由に。ヒロコって誰？どう考えてもこの学校の子じゃないな。噂も聞かないし素振りも見せないし。ボケっとしてっと、2時間目始まるぞ。あ、うん。アキラ、今日放課後集まる。今日はパス。明日の委員会終わらないと意味ねえよ。そうだよな。ヒロコの誕生日だから。ヒロコに会いに行かなきゃならないから。したって何もならない。ヒロコなんて名前忘れなきゃ。え、マキちゃんってヒロコって言うんだ。そうよ、マキヒロコ。あたしマキが下の名前だと思ってた。あたしも。そっか、マキちゃんもヒロコなのか。名前聞くだけでドキッとしちゃうなんてダメだな。冴島さん。先生。何かあった？今日いいお天気なのに空が泣き出しそう。すいません、書き直します。ああ、
違うの、悪いって言ってるんじゃないの。景色なんて気分で違って見えるから、感じた通り描けばいいわ。マキちゃん、私の好きな人、彼女がいるのかもしれない。どうしていいか分かんない。怖くて聞けないし、彼女かもしれない。冴島さん、どうした冴島。無双みのりが泣いてる。どうしたのみのり。腹でも痛いのか。おい、大丈夫か。帰る前に生徒会室来い。会長。アキラ、なんで？誕生日は？ヒロコの誕生日だからさっさと帰るんじゃなかったの？明日までにコピー取っとけ、20枚。用事ってこれだけ？散々待たせて文句を言うな。別に言ってないけど、これくらい自分でやればいいのに。ところで、なんで泣いたんだ？泣いたんだって、美術の時間。なんで知ってんの？学校中の噂になってるよ。私が泣いたらなんで噂になるの？朝から変だったし、無理してたんだろ、総会ん時も。なんだよ、言ってみろよ。まさか、それで呼び出してくれたの？いかにもアキラらしい。コピーだなんて白々しい。なんだっけな、もう忘れちゃった。そうかよ。じゃあな。ありがとう、アキラ。コピー取っとけよ。もう大丈夫。ヒロコがどこの誰でも、たとえ彼女でも負けないくらい、私は幸せ。この学園で手に入れたスペシャルな毎日が、メソメソしてたらもったいないよ。学園祭まで指折り数えて、ドキドキとワクワクが学校中を駆け巡る。まだ挨拶もしてくれないの？運命カードをどうぞ。一人一枚だよ。どうも、運命のカードね。どうだ、順調か？もちろん。ほい。あ、アキラまだ引いてないでしょ？俺は参加しないの。えー、うちの学校男のが多いだろ。俺とお化け係のラグビー部が抜けてジャストなんだ。そんな。けどダンパには出ろよな。ああ、暇があったらな。よかった、まだチャンスはある。ね
キラ。私ペアの子に振られちゃったの、一人ぼっちなの、寂しい。しょうがねえな。なんて一緒に踊ってくれるかも。サイジマ。はい。この俺のカードってもしかしてスドーザウルス？嘘。あのね、私も。滝川マンの相手、私が探してあげるね。サイジモン、カードを交換？そう、私のと。悪いけど私持ってないの。え、男子が一人休んでて女子が余るから抜けたのよ。こういうの苦手だし。とにかくいいからこれもらって。じゃあスドーザウルスの羽が恋のキューピッドになる。スドーザウルスは最高のラッキーカードだよ。マミリンの恋もうまくいきますように。マミリン、やった。あ、ちょっと調子乗りすぎちゃったかな。調子乗りすぎ。おせっかいもほどほどにしとかねえと裏目に出るぞ。うん、まさか気絶させちゃうなんて。そうじゃなくて、滝川に女がいたらどうなる？え、もしそうならお前の行為も間宮には虚しいだけだぜ。そんな虚しくなんかない。え、彼女がいたって関係ないもん。分かってねえな。分かるもん。好きだったら一緒にいられるだけで幸せだもん。ちょっとしたことでも楽しいし、それで十分だもん。虚しくなんかないよ。分かってないのはアキラの方だよ。バカみたい、こんなことでムキになっちゃうなんて。いつも会ってる校内で恋の花咲くこともある。告白タイム。結局ヒロコのこと気にしている聖者が。お前が恋しい聖者さん、佐々木川くん知らない？あいつなら保険さん。そう、知らないわ。私本当に平気だから早く行動行ってよ。ファンが待ってるわよ。ありがとう。気が向いたら行くよ。さっきからそればっかり。冴島さん、滝川くんなら本当に知らない。違う、須藤くんよ。知らない。知らない。なんだ、どこ行っちゃったんだろう。とにかく探しに行こうよ。しかしあの後半が踊ってくれるかな。当たってみなきゃ分かんないって。どこかな。ちょっと待った。アキラと踊るのは私よ。誰にも渡さない、誰にも。こんな独占欲丸出しで、何が彼女がいてもいいやだろう。頭冷やそう。見つけた。起きてたのね。なんか用か。え？あのダンパー出ないの？だるい。
いないし、誰も誘ってくれないし、なんか寂しい。もういい、所詮現実なんてこんなもんよ。スタンドバイミー。どうせ私の虚しい片思い。俺この曲すっげー好き。踊ろうぜ。もし、もしもよ、ひろこが妹かなんかで、彼女でも何でもないとしたら、少しはうぬぼれちゃってもいいのかな。柄じゃないでしょ。よっぽどこの曲が好きなの。たまたま私がいたから。それともふざけてるだけなのかな。アキラ、あの日からずっと粋な計らいってやつか。おい、二人どこに消えてたんだ。お手手つないだりしちゃって。え、生徒会室でエッチしてたんだよね。で、誰だ。まったく、とんでもないこと言うんだから。ん、あ、マミリ、ごめんね。大丈夫、ごめんね。本当に今日は余計なことをしてくれて、とんでもない一日だったな。おかげで楽しかった。私も今日のことは一生忘れない。一瞬のきらめきも宝物だね。一人じゃないって思う寂しい時は、誰かもあなたのこと考えてる。何もできないけど、腕の中に抱きしめたり、その風が治るまで。